いや、怖え。こんにちは、スプライトライダーです。今日は雨が、昨日雨に当たって心が折れてしまったので、今日はポップくん運転で岩沼ベースに来ましたよ。はいはいはい、はい、いちごパフェ食べに来たよ。あ、エッセン止まってるね。あ、ここ止まんねやだ、俺エッセン。あ、反対側、この家の反対側も駐車できる。ちゃんと営業中になってるね。岩沼ベース、よし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 。どこ？それそれ、ここ、そこの門。そう、これ。あ、これこれ。これこれ。ここも止めてよかった。久しぶりのいちごパフェだ。でっかいの食いたい。でっかいのやってればいいけどね。昼飯パフェ使ってる。一応ピザもやってるから、ピザとパフェ食ったらもうお腹いっぱいだ。久しぶりのいちごパフェ食いくぞ。来た。ミックスとガーリック11R、 11R みたいです。11プロ。あー、それうまそう。いただきます。チーズたっぷりやん。ほら、いける、いける。食べよう食べよう。うわ。もうポップそうだ。1日のビタミン C は大丈夫だ。落とさないで。いただきます。うまそう。いちごパフェ、平日に来るとこの倍のでかいやつが食えるらしいよ。大丈夫です。いただきます。はい、ということで岩沼ベースでピザといちごパフェ食べてきました。久しぶりね。そして今そうくんが運転しているという。もう俺疲れちゃった。今季節ごとでいろいろパフェ変わるんですけど、今の時期はいちごでね、あのインスタ映えもするし、もうほんと美味しいんで、ピザもね結構量あって、あのすごいおすすめ、美味しくてすごいおすすめなんで、ぜひ皆さんもピザといちごパフェ食べてってください。というわけで今日はこの辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ではまた、またでーす。ちょっと逆光になっちゃった。